低唱者室内の例、メルセデス・ベンツ・スターロ低照車乗降口のホイールチェアランプの例、メルセデス・ベンツ・スターロ低照バスとは、客室床面をほぼ全長にわたって低く作り、乗降口との段差は小さく、もしくはなくしてフラットにしたバスを指す。これにより、乗客の乗降性を高めている。乗降口がフラットな形態では、 ホイールチェアランプの使用により車椅子が乗降できる構造を採用することが多い。日本ではこの乗降口の段差をなくした形態を超低床バスもしくはノンステップバスと呼ぶことも多い。なお、低床ノンステップバスという語が用いられることもある。低床型のバスは1989年にドイツで最初に採用されたとされており、車椅子や ベビーカーでも利用しやすいように、バス車両全体の最低地上高を下げ、それに比例して、床を道路面から30センチメートル程度にまで下げられていた。スウェーデンのストックホルムでは1996年、現在、約1600台の路線バスのうち125台が、低床バスである。 上降口,口の高さは30から3 5トルで、ニーリングシステムで2 0トル程度まで下げることができる。イギリスのロンドンでは1994年から低床バスが導入され、1994年末の導入台数は5路線で68台である。床面高さは通常3 2トルで、エアサスペンションの制御により、 通常2 4トルまで下げることができる。日本においては2000年11月に旧交通バリアフリー法が施行され、出入口間の床面高さが6 5 0ト、mm、ル以下、スロープ板及び車椅子スペースの設置、有効幅8 0トル以上の通路を確保する等の基準が定められた。 このうち出入り口間の床面高さが 350mm 以下で、上高口の段差をなくしたバスが、ノンステップバス、または超低床バス。出入口間の床面高さが 650mm 以下で、上高口の段差を一段としたバスが、ワンステップバスと呼ばれる。低床バスの故障は、一般的には、ノンステップバスとワンステップバスの総称として、用いられている。 2ステップバスにおける路線バスの低床化の動きとしては通常 900mm 以上ある床面を前輪サスペンションの板バネを車軸の下側に取り付けるなどの工夫により 100mm 程度下げた一般低床車が1970年代前半に登場するその後1980年代に扁平率70%程度のタイヤを用い さらに床面を 100mm 程度下げた都市型提唱者が登場し、その後のワンステップバス、ノンステップバスの開発につながる。なお、東京都交通局が提唱した都市型、超低床バスは、ワンステップバスであるほか、円州鉄道では、ノンステップバスに関して、ノンステップバスの故障を用いず、超低床バス、超低床オムニバスオムニバスなどと故障している。 このほか、行政機関では、ノンステップバスのことを調停小ノンステップバスと、呼称することが多い。AB、新、ユニバーサルデザイン、ユーザビリティアクセシビリティ中心、ものづくりマニュアル、ユニバーサルデザイン研究会、2005年、115ページ、ABCD 和平義博。ヨーロッパにおける、交通のバリアフリー、国際交通安全学開始ボリューム23。 ナンバーワン、国際交通安全学会2021年1月27日閲覧東北地方におけるノンステップバス導入促進について国土交通省2013年7月21日閲覧ありがとうございます